おはようございます。いやー、今日はテンション高いよー。なんて言ったってね、新車が納車の日ですから。ペイソン、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 ペイソン。はい、ということでね、私はケマンペイソン、新車を納車することになりました。うわー、嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいよ。いや、もうほんとね、ここ1週間ね、もう納車がね、決まって、1週間もう夜寝ては早朝に起きて、夜寝ては早朝に起きてって感じでめちゃくちゃ繰り返してたんですよ。だからね、もう本当あれですよ。どうも、早朝系 YouTuber のペイソンでーすってことよ。いや、もう最近ね、あのね、バッドボーイズのサタさんがやってる YouTube のサタビルダーズっていうね、チャンネルがめちゃくちゃ面白くて、もうずっと見てんの、もう全部見たからね。いや、それにハマって、あの、佐田さんの挨拶がね、早朝系 YouTuber のつくるたでーすって言うんだけど、俺はもう夜寝ても早朝に起きてしまうから、あの、早朝系 YouTuber ね、あの、早いに朝って書いて早朝系 YouTuber の方のね、あの、ペイソンでね、やらせてもらってますから。今日はね、あの、なんと、人生初の新車を納車することになりました。いやね、新車ですよ。今までないからね、新車って。今までね、こう、18の頃に免許取って、で、すぐにね、あの、マーク2っていうね、あの、セダンに乗って、すぐに3ヶ月で廃車になって、で、まあ、かれこれね、いろいろ乗ってきましたよ。ムーブだったり、EK ワゴンだったり、タントだったり、今乗ってるのが EK じゃなくて、なんだっけ？ルークス、日産ルークス。に今現在乗ってますけど、全部まあ中古なんですよ。でね、まあありがたいことにね、車とかもね、3万円とかで譲ってもらったりとかしてね、まあいろいろやりくりしてたんですけどね、この度ね、新車を買いましたよ。まあバイクですけど、バイクですけど新車ですよ。うん。今までね、新車っていうね、感じをね、味わったことないのよね。うん。車にしてもバイクにしても、バイクでも新車で俺買ったことあったわ。いや、俺じゃないな。お父さんが買ったな。お父さんが新車で買ったやつを、俺が乗って、俺が3年ぐらい乗って、廃車にしちゃったっていうね。うん、そういう経験もありましたけど、自分でね、新車を買うってことはまずなかったわけですよ。うん、初めてな経験なの。で、めちゃくちゃ今日はね、楽しみで、皆さんにもね、見てもらいたいっていう、納車の瞬間をちょっと見てもらいたいということでね、ちょっと動画始めましたのでね。ぜひ皆さん見ててください。よろしくお願いします。まあ、そんな感じでね、今ね、ちょっとバイク屋さんに向かってます。いや、嬉しいわー。嬉しいね。で、まぁ、今回ね、納車するバイクなんですけど、CBR250RR ですよ。しかも、なんと、2020年モデル。で、もともとね、CBR250RR は、もともとあったんですよ。だけど、それのマイナーチェンジをした方の2020年式の CBR250RR。とりあえずね、もう、興奮でここ1週間 CBR250RR の動画しか見てませんでした。と、あとキャンプの動画。はい。嬉しいね。いや、すごいよ。マジで 250cc クラスの中で、最高峰って言えんじゃないかな。値段と、そのバイク自体の実力ともに。250cc の中では、マジで最高峰のクラスのバイクですよ。で、お値段もね、すごいのよ。もう新車価格ね、中古のハーレー買えちゃうぐらい、するっていうね。いや、金ねえのに、金ねえのに買っちまったよ、お前。なあ。で、見てよ、ほら。マスク取ったの、お前。ほら。この激痩せして。今までこの履いたズボン、見て。このズボンね、もう今、あれよ。ピチピチだった状態がもうスカスカよ、今。痩せすぎて。痩せすぎて俺はもう追いついてないよ、ジーパンも。普通追いつくのに。痩せすぎた俺に追いつくジーパンが追いついてないよ。俺もだってほんと、リターンライダーみたいなもんだからね。もともとね、高校の時に乗って、そっからね、まあ何十年も経ってないけど、まあ5、6年経ってからまたバイク乗り始めたみたいな。最初は通勤用でね、ゲンチャを買ったんだけど、そっからね、佐藤さんの動画を見てからかな、中型撮りてえなってなって、そっからね、最初は旧車を乗りたいなと思ってたんだけど、やっぱ昔ね、こう、先輩たちがこう、ブン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 走ってただけで、それをね、やっぱ、こう、後ろは見てたのよ、こう。あ、すごいなって。で、山梨県って周回っつうのがあるからさ、うん。50号っていうとこで、20号か。20号で周回っつうのがあるから、それをね、こう見てたっていうね。うん。旧車欲しいなと思ったけど、新車ですわ！うわぁ、嬉しい！ということでね、バイク屋さんに向かうんで、それでは、レッツ、ワインディングロード。着いたわ！見てみ、あるわ、あそこに。超かっこいい。
CBR250RR グランプリレッド超かっこいい。やば。いや運転できるかな、怖いな、心配だわ。キーオン。おお。かっけ。よし乗り込んで、足つき最高。おお、いやいいな。よし軽いクラッチ。よし出発。ちょっとこれいけねえな、左行こう。怖っ、怖っ、早っ、楽しい。やば、めちゃくちゃ楽しいじゃん。コンフォートにしよう、コンフォートモード。あーすごい、あー粘っこい、粘っこいね。これクラクション押しちゃいそうなんだよね。テンション上がるなこれ。あー楽しい。うわもうにやけてしまう、にやけてしまうよこれ。どこ行こう、今からどこ行こう。この前傾いいね。いや乗ってる姿見たい。6速あるの素晴らしい。足つきいいな、思った以上に。うわノーマルでもいいね、めちゃくちゃ音が。総距離だってまだ1キロしか走ってない。総距離1キロよトータル、やば。新車よ。いやわかるわこれ。あの新車買った人がね、新車匂いいいですよって言ったけど、本当にわかるわ匂いが。匂いがいいのわかる。てかまずねクラッチのね、クラッチペダル軽すぎて入ってんのか入ってないのか分かんない。いやこれは乗りたくなるわ、もう毎日バイク乗りたいわ、通勤が楽しくなるわ。高速乗りてえ、これは高速乗りたいわ。いやかっこいい。なんか全世界中が俺に注目してる感じがする、楽しい。うわ今ねレブル通りましたけどね、レブル乗りの人もね見てたよ絶対俺の方。うん今見てたよ。うわあれ CBR250RR やんけーって絶対言ってたわ。絶対にこけない俺は、まあ、バイクはねもう十何年乗ってるからね。うんさすがにこけるとかないと思うけどな。で足つきも全然いいからな、身長165なんですけど全然足つきいいね。いやーこれ楽しくなると無言になってしまうな。タンクがまずかっこいいね、新車ってやっぱこんないいんだ。どこに行こう、やばい後ろから怖い、なんか来た後ろから。すごいブーンって音がしたからちょっと怖いな。おおスーフォーか、すごいコンフォートでも全然いいね、やっぱ街乗りはコンフォートだね。うん安心できる乗り心地、素晴らしいこの肉体。このね俺この色がねやっぱ一番好きなのよ、うん、この黒赤、黒赤のこのデザイン最高じゃない。絶対この色って決めてたからね買うとしたら。これもホンダで揃えてんだよ。ああかっこいいじゃん。ヘルメットも新調したしな、込み込みで7万ぐらいしたのかな。高いよねヘルメット。一回僕あの安いヘルメット買って、お前そんなんじゃお前安全性守れると思うのかってすごいお叱りのコメントいただいたからね、高いの買いましたわ。かっこいいスポット来た。ありがとうにゃん、123にゃん、ありがとう。はいあのすごいこだわりのこのこんなところの色の。いやそうっすね、もう一目惚れで買っちゃいました。だね。日焼けしの黒とこの赤のコントラストがまたいいっすよね。そうなんですよ、それがやっぱね良くて。出ないのね。いや本当それが怖くて。ありがとうございます。はいどうもありがとう。
ガソリンスタンドの人が黒と赤、黒と赤のコントラストがいいねって言ってくれたわ。ありがとう、ありがとう。にゃん、1、2、3。いやー、ガソリン満タンになったね。嬉しいね、美味しいね、ガソリン美味しいね。とりあえず1時間ぐらいかかるんでね、家まで。とりあえず楽しんで帰りたいと思います。帰りも全然苦じゃないもんね。1時間バイクに乗れるって考えたらさ、楽しすぎん？最高だよ。どうしよう、コンフォートにしようかな。スポーツプラス入れたいんだけどな、街乗りだとあれだからな。コンフォートで行くか。すごいよね、41馬力あるんだよ。うん、俺をだって乗せるために、俺を運ぶために41馬力使ってんだよ。41頭馬がいるんだよ。41頭のものが俺を運んでくれてるって素晴らしいよね。 CBR250RR の中のお馬さん、ありがとう、ありがとう。にゃん、1、2、3。はい、ということで、ただいまですね、納車してからしばらく乗ってきました。めちゃくちゃかっこいいですね。やっぱこうやってね、こう花をバックにしてね、撮るとね、めちゃくちゃかっこいいですね。あの CBR250RR ね。で、今後はちょっといろいろツーリングの動画だったりとか、いろいろ撮っていきたいと思うので、ぜひともあのチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい。あとこのヘルメットもね、かっこいいでしょ、この色はあって。じっくり見ていきましょうか。こんな感じ。超かっこいい。おぉ。このね、金のホイールがね、この新品なんだよ。新車ってね、こういう感じ。この顔面が俺一番好き。この猫みたいな顔、猫顔、かわいいにゃん。1、2、3。メーター周り見ましょうか。いきますよ。この CBR 出るのがかっこいいだ。かっこいい。